はいはい、えー。皆さんおはようございます。24時間中14.4分。素敵な1%を共有しよう。新しい気づき発見チャレンジの場にしていこうという朝活は本日も開始させていただきます。えー、お話は斉藤誠でございます、えー。物語は人生を導くガイドであるということで、物語研究を通じて、ね、リハビリテーションの価値を底上げする方法を発信しております作業療法士でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まあこれまでですね、アイアーコンセプトの話とマルチワクターの話、ね、その辺をしてきました。あとは TGA の話もしましたねえ。なのでね、アイアーがなぜね、まあ、都市的な介入を先にしていった方がいいんじゃないっていうようなね、提案をしているのか。そして、その都市的な介入を通じて、患者さん、クライアントさんとどのようにですね、信頼関係を築いていくのかっていうようなね、まあ、そういったお話なんかがですね、アイアーコンセプトには盛り込まれております。 まあその辺を踏まえてというお話になってきますが、今日はある程度具体的なことをね、えー、皆さんと共有していけたらいいなと思っております。ということで、えー、どうぞ今日もですね、最後までご視聴いただければ嬉しく思います。さあでは早速ですね、えー、お話に入っていきますが、まあ、都市介入以外で関われることって何だろうなというふうに大きなタイトルとしては挙げております。さあ、えー、まあ身体介入以外でね、関われる部分。 えー、この部分っていうところではですね、な、ま、ん、あ、でその話をね、しようと思ったのかっていうところでは、まあ、やはりね、こう、どんなテクニックもを行ってもですね、まあ一週間後には同じ訴えをされてきてしまうっていうようなですね、まあ、なかなか変化が出せないんですというような、そういったね、まあ、こう、セミナーであるとかですね、研修会に参加している皆さんからね、よく聞かれる言葉でもございます。まあそういったところのね、原因って一体どんなところにあるのかな。 というところでですね、まあ、紐解いていこうとするとですね、まあ、そもそもなんでね、えー、都市介入しても変化しないのかっていうところをね、えー、見ていくと、まあ、実はね、変化自体は出している方がほとんどです。ね、えー、リハ中はまあちゃんと変わってくれるんですよねって。でも、一週間後にはやっぱりこう、同じ訴えをしてきてしまって。で、まあ、ひどいとですね、悪化していることだってあるんですよ。どうにかしないと、 もう利用者さんにもね、申し訳がないんですよね。ね確かにそうですよね。まあ、そういったところからですね、やっぱりこう、ね、関わってて変化も出てるはずなのに、なんでこうね、えー、まあ一週間の、あるいはちょっと時間を置いた後にですね、まあ,あの入院されてる方でもね、時間を置いた後また関わっていこうとすると、ね。なかなかこう変化してなくて、まあなんでかなと。まあ最初はね、皆さん困ってしまうと思います。 まあもしかしたらね、ベテランさんであるとかですね、まあ、ある程度経験積んでる人たちにしてみたら、その行間をすっ飛ばして、それってそういうことじゃんとで。すぐこう、もうね、回答の出ていることかもしれないんですけど、ただそれってね、えー、まあ以前もお話ししたように、ちゃんとこう、後輩、あるいはまあ学生さんもそうですよね、に、えー、どういうプロセスでその考えに至ったのかっていうところをね、ちゃんと説明してないベテランさんが非常に多いと思います。 ね、自分の思考回路を言語化して、えー、ちゃんとお伝えするっていうところもですね、えーまあ、この先のね、えーまあ、やはりこう、自分自身の考えをまとめていくっていうところにもつながりますし、何よりね、えーまあ、わざわざね、えー、ベテランさんが、ね、悩んで困ったっていうことをね、もう一回こう、ねえー、学生さんであるとか、ね、えーまあ、後輩さんにですね、同じ二の鉄を踏ませる必要ってあるのかって話なんですよね。 そこでちゃんと、ね、言語化して説明できてたら問題ないはずなので、ちゃんと、ね、説明してあげるといいと思います。まあ、なのでね、まあ、今回のお話なんか、ベテランさんがね、もし、ね、聞いてるっていうことであればですね、えー、自分の考えを言語化するきっかけにしていただければと思っております。まあ、逆にね、えー、まだこう困っててで、どういったところを見ていったらいいのかっていうところを、ねえー、悩んでいる方はですね、ぜひこのままご視聴いただければと思います。 さあ、一つね、というか、まあ、大きな問題というかですね、課題として皆さんに、まあ、提案というかですね、していることはですね、根本原因に至ってないんじゃないのっていう、ただ、この一つです。そもそもね、介入しているところってどこだったっけっていうところで見ていくと、で前回のお話のように、ねえー、シングルファクターとマルチファクターというですね、まあ、二つの大きな要素。ね、この中で、えー 患者さん、利用者さんのね、えーまあ、人生っていうものがね、作られていたりします。いやまあ、人生全部ではないですけどね、その方が、まあ、今悩んでいることっていうのは、大体このシングルファクターとマルチファクターというですね、まあ、単一の因子の影響で、えー、全体に影響を及ぼしていることもあればですね、えー、複数の因子、単、ね、因子が関わっていて、えー、今の現状を作り出していることもあるっていう考え方でしたね。 まなので、このどっちでまずね、今皆さんは見ていたのか、あなたはそのクライアントさんをどのように見ていたのかっていうお話です。なのでね、まず見ていくところでは、シングルファクターで見ていたのかなね、は分かりやすいところですからね。これはまあ病名がはっきりしていて、あるいはまあ機能構造的な部分での話になりますので、ああそこに対してのまあ原因というかですね、 対策もそうですけど、すぐ見つけやすい部分なんですよね。なので、どうしてもそっちによってですね、対応をしがちなんですけど、でも、それだけでは、実際こう、変化が出なかったわけですよね,ね。その場で変化が出せても、その人の生活、あるいは人生に関わる変化、そこにつながった、繋がらなかったのであれば、そこに対してどうにか介入していきたい。ね、関わっていきたいわけですから、マルチファクター。 ねえー、複数あるいは退院死、ね。そういったところに関わっていきたいところです。ねえーまあ、マルチファクターは病名明確な病名のつかないもの、ねえー。合併症が複数あったりであるとか認知症あるいはあそうですね、まあ、生活習慣病、ね。そういったところで、えーまあ、大枠では、まあ、そうなんだけど、でもこう細分化していくと個人の生活の状況、 でそういったものに依存し、依存というかですね、まあ影響を大きく受けていて、えー、分類しづらいものというふうにね、考えていくといいと思います。ICF でいう個人因子と環境因子がね、まあ大きく影響を与えている部分です。まあ、なのでね、えー、見ていくと、やはりね、この生活習慣っていうのはね、気にしておいた方がいいところがあります。えー、特にね、えー、その人が生活している時の環境的な要素。 これね、見ていくと意外とね、面白い発見がたくさん得られます。まあ、冷静に考えていただければですね、えー、リハ室で過ごす20分と、ねえー、それ以外の時間を過ごす、ね、病室、あるいは、ねえー、ベッド上、あるいはご自宅、ね、どうやったって20分よりもですね、えー、その他の時間帯を過ごしてる方が多いわけじゃないですか。 まあそうなってきたらですね、この環境因子、その人の生活しているところの環境が影響を与えてないってはね、全く思えないですよね。となってきたら、じゃあそこにね、どのように介入していくのか、ね、あるいはその介入の前にですね、その人のその環境、生活している環境がどういう状況なのかっていうのをですね、まあ、本人は言いたがらないでしょうから、ね、それを言ってもらえるようなね、 まあそんな、えー、足場づくりというかですね、関係性づくりから入っていく必要も出てきそうですよね。さあそしてもう一つはね、えーまあ、いわゆる個人の価値観、宗教観、あまあもっともっと言うと、こう家族間での、まあ、ローカルルールであるとかですね、まあ、非常にこうね、分類不能と言われているその個人因子、ね、この部分に影響を大きく受けているところっていうのはね、どのようなところにあるのかなっていうのも見ていく必要ありそうですよね。 さあ、そうなってくるとですね、問題の要因、その問題を作り出している要素って一体何なのかなというふうに考えていくと、まあ、一つはね、アイエアコンセプトの中心に据えられているこの不動っていうところの解消をしたいわけですけど、でどこが不動になっているのか、でこのどこがっていうのはで、えー、どこというとね、人体の部位をすぐね、イメージされる方は、 今すぐ改めた方がいいわけですね。このどこっていうのは心理的な部分も、ね、生活環境的な部分もですね、その人が人生の中において不動、不活動状態に陥る可能性のある要素っていうものをすべて言いますので、どこがっていった場合は、ね、身体の部位だけでは、ね、すごく狭い範囲になってしまうので、どこまでこう、ね、不動というものの影響を が及ぼされているのか。ねえー、ちょっと広い視野で。えー、少しだけこうね、えー、視点を高くというかですね、俯瞰して見れるようにしていくというわけですね。さあ、そして、えー、何が、ね、何が不動の原因になっているのか、ね、不動を、不活動状態を起こしている要素になっているのか、ね、この辺が見れているかどうかで変わってくるわけですね。さあ、それを踏まえてです。でそれを踏まえて例を見ていこうとするわけですね。 あの、これは実際ね、ええー、まあ、よく僕も話題にしてますし、えー、いろんな方がね、こう、身近なところで、えー、体験しやすい例なので、毎回出しています。えー、首が回らないら痛いんですって言ってくる方がい,、えー、いたんですね。で、まあもちろんね、都市的な介入をして、えー、痛みは取れますし、RM も改善したわけですね。ねああ、よかったよかった。明るくなったよ。じゃあまた来週ね。って言ってですね、ええー、 まあ元気に帰っていったらですね。まあ翌週同じ訴えをしてくるわけですね。なんかおかしいな、なんかおかしいなって言ってですね。え、まあそこでこうね、ドツボにはまってしまうんではなくですね。一旦、あ、じゃあね、前回やったのは聞いてはいたんだけど、何か本人の中でえ解決、それだけでは解決しない何かがあるんだな、というふうに見ていくことができたらですね。まあ当時、まあ、つまり初回ですよね。 前回見ていなかったところっていうところでどんなことがあるのかなと言ったらですね、実は、ね、家屋の環境っていうのがあったんですね。えーまあ、食卓のね、えー、細かい座り位置とかさ、ねえー、テレビに対してこうどのようにね、どっち向きで寝てんのみたいなね,ねテレビ。テレビに向かってどっち向きでこうゴロ寝してんのみたいなね。そんな話まではさすがにね、初回ちょっと突っ込んでね、聞ききれなかったところっていうのがあったわけですね。 まあそれを聞いてですね、え、まあ介入していこうとしたらですね、まあどうなったかといえばですね、まあ当然都市的な介入をします。都市的な介入をする理由っていうのは、ね、まあ以前も言いましたけど、かか、ね、直接触れることによって心理的な距離が近づく。ね、もちろん心理的な距離が近づくためには、都市的な介入で本人がわかりやすい変化を出していくっていうところがあるわけですよね。 まあそれがあるからこそちょっと突っ込んだ話が聞けるというわけです。で、まあその突っ込んだ話を元にしてですね、何をしたかって言えば、ね、えー、奥さんと、ねえー、旦那さんなわけですから、ね、奥さんと座席チェンジしよっかっていう話ですね。ね、えー、テレビがこっちにあって、ね、ご飯食べてるときは奥さんと話ししないでずっとテレビ見てると。ね、ねそりゃあね、えー、こっち向きには回るけど、逆側のときに、 ねえー、アウターが張るよね、みたいなね。まあ、そんな話になるわけですよね。あともうね、えー、まあ、リビングでの、ね、テレビの前で、どっち向きでゴロゴロしてんのよっていう話なんですよね。ね、こっちなのか、こっちなのか。ね、さっきもやりましたけど、ね、じゃあ、とりあえずその向き逆にしてみようかっていうことでですね、えー、まあ、これを3回目と4回目に分けて1個ずつっていうやり方もありますんでね、まあ、そこは、あの、 その回数であるとかね、関わりの度合いによってきますけどね。まあ、っていうことをやっていったらね、もう当然、こう、痛みと ROM の改善につながったわけですね。あ,あ、やったってそこで思って、えー、行きたいとこなんですけど、でも、それだけだとまだね、ちょっと足りないわけですね。まあ、実際、これってね、根本的な問題解決だったのかなっていうのもあるわけですね。 まあ確かにこうね、生活をしているときのこう姿勢の問題っていうところもありますし、ええ食卓の中でですね、まあご飯中テレビをね、こう見るためにどっち向きになってるみたいなね、ってなってくると、ね、奥さんとの関係性であるとか、あるいはね、え,えまあ常にこうね、リビングに行ったら、横になっていなきゃいけないような辛さを本人がどこか抱えているのかなって、 っていう話になってきたらですね、まあ、単純に首回りだけでの介入で終わらないかもしれないわけですよね。でなってきたら次のステップでどんな介入をしていこうかっていうところでですね、まあ、あの考えていくことで、その人のね、まあ、人生に対する根本的な原因、ねえー、一番こう困っていることに対してどのように関わっていくのかっていう根本原因にね、ちゃんと至ることができたら、まあ、そこにね、えー、しっかりと クリティカルなという言い方がいいのかな、ねえー、対応がしていけるんじゃないのかなという形で、えー、改めて組み立てていけるわけですね。ということでね、こう根本原因につ、ね、なげていくためにも、やはりね、えーまあ、その人の根本的な部分を改善するためにも、シングルファクターだけではなくて、マルチファクターを見ていく、ね。都市的な介入だけではなくて、いわゆるハンズオフでの関わりっていうところもですね、大事にしていかないとダメですよねっていうお話でした。 まあなのでね、今日はぜひ、ね、えー、皆さん、普段とはね、違う話題を患者さん、利用者さん、えー、クライアントさんとして言ってほしいなと思っております。えー、都市介入ではね、えー、まあしっかり変化を出すっていうのはさっきも言った通りで、でこれはクライアントさんが分かりやすい変化を出すっていうことで、まあ、信用を得る機会になっていくわけです。でその信用を得たら、ようやく少し突っ込んだ話ができるわけですね。 信用があるから信頼関係が得られるわけですからで、その不動の原因になっている。そんな内容を対話の中からね、えー、足がかりとして見つけ出すことができたらいいなという次第でございます。まあ、なのでね、えー、ぜひ今日は普段と違う話題を患者さん、利用者さん、クライアントさんとして言っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、ということでですね、本日はこのくらいにしていきたいと思います。<laughs> さあ、 いろいろとですね、えー、お話をさせていただきましたが、まあ、なかなかね、こう、患者さんの、ね、人生に関わるというところではですね、えー、単一の因子だけ見ているとですね、えー、ちょっと疾病返し廃止というかですね、痛い思いをすることもありますのでね、まあ、それ以前に非常に、ね、時間をもったいないことにしてしまいますのでね、えー、ぜひ、マルチファクターも含めて関わっていってほしいなと思います。 ということで、えーまあ、今回のお話、これがね、ためになったっていう方あ、ぜひね、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたら嬉しく思います。えー、解説欄にね、今回のお続きの動画であるとか、元になった文献、あとは、より詳しくね、えー、解説をしている教材のリンクなんかが置いてありますので、えー、ぜひチェックをしてみてください。では皆さん、今日も素敵な臨床日和です。えー、元気にいってらっしゃい。